皆さんお疲れ様でした。2017年ここが出たマンション管理士本試験速報、私はですね講師の小野と申します。よろしくお願いいたします。で、私が担当しますのは民法と区分法ね、民法と区分法、この分野についてお話をしていきます。で、いわゆる管理実務ですよね。規約とか適正化法等々ね、管理実務は太田先生から設備系につきましてはね、亀田先生に担当していただくという形で、3人で分担してお話をしていきます。で、大体15分ぐらいね、時間を用意してお話をしていきます。で、なんか申し訳ないことは一番最初に申し訳ないんだけどね、速報って言っておいて、じゃあもちろん皆さんね、何点取ればいいんだよとね、どれが正解値なんだよと、これが一番気になるところでございましょうが、申し訳ない、ここでのお話はそれは言えないんです。まずね、いわゆる正解値の、何番我々が、正解値と分析したかっていうのは別途ホームページにね、載せております。アップしていきますので、そちらを参考にしていただきたいということと、あと全くデータがないんです、全くデータがございませんもんですからね、合格基準点何点するかとかね、これ一切触れられません。で、私これですね、今のね、試験を受けまして、でもって、いわゆるね速報会といいますかね、何点ね何番が正解値になるかっていうのをね、分析しまして、で、その足でですね、この動画をね駆けつけたという形なんです。ですから全体的なところですね、パートを分けました理由はそこにあるんです。もうマンション管理士の試験というのは、難しいという念頭ね、取りにくいというか難しいという念頭にございますんで、その一つ一つの選択肢について裏を通るのを一生懸命やるんですね。ですから、私ね50問全部なんてね、もう裏を取ってることは作業していないんです。私がやりましたのは今申し上げたように区分法と民法のとこね、そのあたりなんで、そのあたりにつきましてはねお話をさせていただきます。だからね、どういう傾向であったとか、どういう学習をしていけばよかったかとかね、あるいは今後ですね、要するにどういったところね、ところがポイントになっていて合否が分かれるかとか、そんなようなところをね、私の担当部署ということでお話をしていくんです。で、マンション管理士試験ね、今年、全体的ななんというか組み立ては変わってませんね。大体問いの1番から問いの19番ぐらいまでが民法と、それから区分法で占められていてということね。で、ですから全体的なものは変わりはございません。で、ところどころね、おいおいってのもございましたけどね。ただ私は分析といいますかね、回答をねちゃんと出していて、あるいはね試験問題をね解いている時思ったんですが、今年区分法と民法って結構取りやすかったじゃんって、皆さんそう思われたんじゃないかな。いや、実際私も、そう思ってます。いわゆる民法とか区分所有法につきましてはね、要するにどうやって難しいものを出すとね、同じテーマだって、非常に簡単にも出せればそれは難しくも出せるわけですよ。だからどっちで来るか分かんない。そこでやっぱりね民法とか区分法っていうのは皆さんがね非常に警戒をするところでございます。私もそういうつもりで問題解きに行ったんだけどね、割と解きやすかったかなと思う。そのね民法ね区分法もですね、そんなに難しいね、これは絶対できないわって問題は基本的になかったかと思うんですね。いや、それはね私は問いの19番までとお話をしましたんで、1個だけ言っちゃおうかな。問いの11番ね、民法と被災区分所有建物再建等に関する特別措置法ね、これはちょっとやりすぎなんじゃないかなって気がする。ここまで勉強をね細かくやってる方どれだけいるのかって気がします。でもほら試験ですからね、多分これはね、いわゆる問いの11番あたりに関しましてはね、できてくれよっていう問題ではないのかなと私も勝手に思っちゃってます。ですからね、あまり見たことがないで、細かい知識を出してきて皆さんがね「わあこんなのやってないよ、こういうの出しちゃうんだ」って「参ったな」と思わせようとしてる問題だと思います。だから皆さんがね、例えば今私が申し上げた、第一印象ですよ、第一印象ね。今年の民法と区分法は比較的得点しやすいなって、そういう印象を持った皆さんが例えば問いの11番あたりを見てね、何これって、ね、こういうとこまでやってないんだけどなっていうんであるならば、ある意味心配はないのかなと思ってます。ただマンション管理士試験っていうのはね、難しいってのは難しいですよ。もちろん私もね、その回答出しをするときに裏取りというのかな、いろんな先生がですね、これはねこれが理由で正しいとか、ね、これ根拠で誤りとかね、やってるのをね、ちゃんと見比べて裏を取りをしているんです。そういう協力はしましたんで、大体50問全部分かってるんですけどね。まあただ細かいところね、全部の問題ねチェックしたわけではございませんので、まあパートを分けてのね3人の講師で話をしていきます。まあそうするとですね、まあ割と私の方はですね、民法とか区分法の話っていうのは結構短く済むかなと思うんです。今申し上げたように、基本的なね問題が多かったんで、そんなに難易度ね高いという印象はないはず。で一方ですね、亀田先生担当のね、もう毎年そうなんですけどね、亀田先生が担当なさる設備系のところではね、私がこうね裏を取りをしてるでしょ、ね、六法を見ながらとかね、こうやってねチェックをして何条に何が書いてあるかとか、ね、やってるこの辺で、ね、専門家の先生方がね、まあ、裏取りをするために専門家の先生をお呼びしてるんですが、専門家の先生が2人ぐらい集まってね、もうああでもないこうでもないとやってました。だから私どこだか分かんないんだけどね、なんかとっても難しい問題があったみたい、とっても難しい問題があったみたいです。まあだからそのあたりにつきましてね、亀田先生がどうお話をするか分からない、そういうの一切無視して、ね、淡々とお話しするかもしれないけどね、ただ、回答出しをしている現場の、ねそこにいた現場の生の人間として言うと、結構そういう問題があったらしいです。まあでもね、今も言ったでしょ、いわゆる民法区分法の範囲でもね、問いの11番のように「おいおいおい」って問題あるんですよ。だそういう問題もありますからね。ただこのね、まあいわゆる法令系に関しては、その条文があるかないかとか、ね、判例があるかないかと、あるかないかっていうのを見てね、でその通り書いてあるのか逆を書いてあるのかとかね、そこを見ていけばいいわけなんで、割と裏は取りやすいんですね。だからこれね、知らないよこんなものはっていう問題が仮にあったとしてもね、いやでもそうか、これ×なんだ、へえっていうふうになっていくんです、ね、そう書いてあるんじゃしょうがないよねって感じね。まあだから法令系に関しましては、難問っていうのはね、要するに細かいからみんなが知らんってことなんですよ。というわけで皆さんが一生懸命頑張った皆さんがね、割と楽じゃんって、今年結構楽だなと思った皆さんが、例えば問いの11番あたりでおいおいおいと思ったら、はい、多分それはできなくてもいい問題。ただ逆に言うとですね、できなきゃいけない問題の取りこぼし、これ怖かったかなと思うんですね。これ民法もそう、だから区分法もそうなんですけどね、ごめんなさい、私ねここに問題を持ってきてはいるんですけども、ごめんなさい、ねやたらめったらメモが入ってるんでね、ちょっと汚くて写せないんで。それから、仮にほら私がね、例えば丸をつけてる選択肢がパッと写しちゃってさ、本当は違うじゃんっていう時にね、あいつ間違えましたね、間違えたって思っていただければいいんだけど、あれおかしいよってね、なんかレックのね正解発表と画面が違うとかね、誤解されても困りますので、すいません、問題写しません、ごめんなさいね。写さないんですが、例えばね、問題によりましては、これそのまんまじゃんっても結構ありましたでしょ。まあでね、私がこれやっぱり受けてと思ったのは、管理業務主任者試験とか、それから宅建試験ね、管理業務主任者試験や宅建試験といった、ね、まあ土俵を同じと言っておこうか、不動産に関する、ね、3つの国家資格ね、まあなんか3兄弟みたいに扱われるような試験でしょ、ね、宅建試験と管理業務主任者試験とマンション管理士ね、まあそういったものをですね、やっぱり受けた経験のある方は結構強かったかなって気がする。いや例えばほら抵当権なんかの問題でもね、仏上代をする時には前もって差し押さえをしておかなければならない、マンション管理のね、管理士試験の、ね、膨大な知識の中ではそこだけ特化してねポンと覚える方少ないと思うんだけど、例えばね宅建試験、私も宅建の講師もやっておりますんで、ね、分かるんですが、宅建試験なんかではねそこを強調するんですよね。抵当権っていうのは細かい問題がいっぱい出るから、試験会場で抵当権必ず出ると思うよ、でもさできなくてもいいからね。でもここ出たら正解しなきゃまずいから、絞ってポイント絞っていくつかやっていこうねっていう中の一つなんですよ。宅建試験のね、いわゆる仏上題をする時には差し押さえをしておかなければならないというやつね。といったような知識があればできた問題あったでしょ。まあですからね、それは皆さんの受験経験とか、それからね学習内容って変わってくると思います。ね、マンション監視だけを目指して、マンション監視だけを目指してゼロから民法等々始めたんだという方にとってみれば、それはね、ちょい細かい知識なんじゃないかなと思えるかもしれない。だから例えば宅建試験ね、今言った宅建試験とか、あるいは管理業務主任者試験とか、ね、そういったところをですね、まあ受験経験があるとか合格経験があるとかいう方にしてみれば、あ、見たことあるよねって言ったような意味において、今回は取りやすい問題が多かったなと思う。まあだから私はね、例えば民法や区分法は取りやすい問題多かったですよって申し上げてるんですが、マンション監視の試験だけを考えて、ね、ゼロから始めた人にしてみれば、いや結構手強かった問題多かったよねっていう方いらっしゃるかもしれないけど、ただね、他の2つね、宅建試験とか管理義務主任者試験、こういった試験をね経験している皆さんにしてみれば、あれどっかで見たことあるってね、あ、これあれだとかいう問題があったかと思うんです。そういう意味において結構ね対処しやすかったんじゃないかと思う。で、出し方もねそんな複雑じゃなかったでしょ。ね、まああと問題ではね、原告や被告になることができるかどうかの問題でも、規約の定めや集会の決議よらなくてもとかあってさ、もうそのまんまちゃんとなったよね。もうこれは覚えてくれよっていうようなところがございましたでしょ。という問題もあったはず。だから、ね、割と基本的なところが、ね、私はね、例えば講座なんかで基礎的なね、一番最初のほらね、スタンダード講座みたいなね基本的な話をするときに、こういうとこ気をつけてねって、例えば、ね、規約によらなければならないのか、集会の決議必要なのか、何にもいらないのか、規約ではできなくて集会決議がその都度必要なのかとかね、そういうようなところを意識して覚えてくれよっていうようなところを言って、で例えば原告被告になる時にはどっちかなきゃダメなんだよってね、いうようなお話をする、ね、そういうものがスポーンとストレートに来てるものがあったんでね。まあだから基本的なところを一生懸命頑張って抑えた人にしてみれば、ここは得点源になったと思う。逆に言うとね、まあだから私ね、今言ったように、民法や区分法は比較的取りやすかったはずとここ申し上げるね。ただもちろん人間ですからね、まあ、度忘れをしたりとかケアレスミスをしたりします。それみんなやるんですよ。みんなやります。だから今言ったようにね、あ、しまった、これできたはずなのに間違えちゃったよって問題はあっても、それは問題ないの、ね、みんなそれやってるから。いやでもねがつくのね、でもねがつくのね、うん、まあただ、ね、それを何問ケアレスミスをしてしまったかによって、今回ちょっとこの分野は怖いかなと思ってる。まあ1問とか2問ね、ケアレスミスをする、度忘れをするとかで、いわゆるこれね、逆を選んじゃうとかね、誤ってるものをね、選べって言われてるのにね、正しいものを選んじゃったとかね、まあ個数問題もありましたが、そういうのあったでしょ。あと組み合わせ問題もあってね、逆も選んじゃうとかいう方もいらっしゃるかもしれない。でもね、それを数多くやってしまうと今回怖かったなと思う。まあだからレベルとしてはね、割と基本的な問題が出た。だから我々がずっとね昔からね、まあ我々レックの講師が言ってますように、基本をしっかり覚えようと、ね、10の知識をね、10をなんとなく覚えている人よりも10の知識の中の6を正確に覚えている人は絶対強いんだからって。で10知識やったらね、全部が基本的っていう分野はほとんどありません。やっぱり、ね、基本的っていうのはね、その半分ぐらいとか、あと5とか6とかね、そのぐらいなんです。だからその基本的な知識をね正確に覚えている人、やっぱりそういう人が強かったなと思う。まあそういうふうにおきましてね、今回は基本的知識を一生懸命地道に頑張った人は、民法や区分法は比較的得点率が高かったと思う。逆に言うまでもないんですが、そういう基本をおろそかにした人は結構ミスをしてしまったかと思うよ。あとは、ここがやっぱり皆さんね不安かもしれないんだけどね、やっぱり言わざるを得ないのかな。何かというと、ね、いわゆるケアレスミスね、要するに焦って読み違いをしてしまったとか、あとは度忘れをねしてしまったとか、あとはね逆を選んでしまったとか、そういうところですね。普段はやるはずのないミスを重ねてしまった人はね、ここで、ちょっと怖いかなという気はする。まあだから、ね皆さんが得点できるような分野っていうのはそういう怖さがあるんですよ。ねただ多少ねケアスミスしても気にしないでね、1問やっちゃったとかね、1問2問やっちゃったってねいうのは気にしないでください。多分皆さんやってます。1、2問はね、あとで冷静に分析してみると、これなんでこれ間違えたんだろうってね、何やっちゃったんだろうってね、あります。まあそういうのはね誰でもやることなんで、それ心配しなくていいんだけどね、なんか結構やらかしちゃってるということがありますと、難しい試験の時にはこれはちょっと皆さんできないんじゃないのっていうのがいっぱい並んでる時にはね、後でゆっくり考えればできたはずって言うと、みんなも現場でね結構間違えてるから心配ないんだけど。ただ皆さんが普通に解ける問題をね、結構ポロポロポロっとね、落としてしまうと、今回はそこで差がついたかもしれない。まあだからこれからね、まあ試験発表ね、合格発表まで非常に不安かもしれないけど、まあただ基本的にね、手応え結構感じたという方は頑張ったという実感を持って結構、そんな、ね分野だったと思っております。民法と区分法につきましてはね、今回は割と私はね、なんというかある意味素直でいい問題だったんじゃないかというふうに感じているということをね、最後にお伝えをしておきましょう。さあではね、15分程度ね経ちましたので、2017年こうやったマンション、本試験のマンション管理士本試験の速報をね、民法区分法の分野は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。